モス500人ぐらい乗ってると見られてるわけなんですが読みますロシア機関沈没死傷者多数化救助作業難航の見方も読んでいきますよロシア側は人的被害の詳細を公表していないが約500人とされる乗組員に多くの死傷者が出たとの見方が強まっているロシア国防省は16日モスクワの乗組員とされる兵士が国会艦隊が拠点にしているウクライナ南部クリミア でロシア海軍のニコライ・エフメノフ総司令官から。 訓示をを受ける映像を公開したモスクワの乗組員の姿が公開されたのはロシア側が沈没を認めた14日以降初めてだ映像には最大約100人が映っていた沈没時に避難した乗組員と見られるえっということは400人死んだかという見方もできるわけですよね一生懸命ほらまあ総司令官は生きていてで訓示を、えー、してると君たちよく生き延びたみたいなまあそういう訓示なんだと思うんですけども450人ぐらい並んでたらあっ 50人ぐらい巻き込まれたかなって感じですけどもあれって <laughs> 100人しかいないわけですよ俺この船500人乗ってたんじゃないのって100人えってことは400人死んだってことかというふうな見方もできるわけですねロシア国防省は乗組員はモスクワに搭載していた弾薬の爆発後付近の艦艇へ避難したと説明したが死傷者の詳細は明らかにしていないウクライナ当局は14日爆発の衝撃や海が荒れていたことでモスクワの救助活動は難航したとの見方を示していた SOS 信号を受けて駆けつけたトルコの船が救助できたのは約50人だったという情報もあり多くの死傷者が出た可能性があるアメリカ CNN によるとアメリカ国防省の高官は15日ウクライナの対艦ミサイルネプチューン2発が命中したことを確認したロシア軍はネプチューンを製造していた首都キーウ近郊の軍需工場を攻撃した撃沈されたことを事実上認めた動きともいられているモスクワは艦隊の司令塔の役割を果たす機関で自国の首都名を冠しているだけにプーチンロシア大統領に強い衝撃を 与えているのは間違いないプーチン氏が今後ウクライナに対し大規模動員などを通じて攻撃を強化する可能性が指摘されているということで何人亡くなったのか今のところよく分かってませんが司令官の訓示だと100人しか並んでなかったということで本当に400人生きてるんだったら無理にでも400人並べるでしょうよね結構多くの視聴者が出た可能性がある一般の兵隊もさることながら司令部の人間が何人将官クラスが何人亡くなったのかこれはちょっと興味があるところですよねこれはあんまり死んでると司令部 滅ですからね部お引っ越しもちょっとなかなかしづらいですよね。お引越ししても映る人がいなければこれで相当ね、兵隊は補充できるんですけども、召喚の補充ってなかなか難しいですからね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。